前々から気になってた場所があるんですよね。落ちてますね。あんまり見ることがないようなものがあるんですよね、この近くに。ここは結構ね、有名な、ね、万歩商店っていうこの先にあるんですけど、はい、というわけでスピチューブ始まります。今日はね、買い物のついでにちょっとふらっと歩いたんですけど、行く途中なんですけど、前々から気になってた場所があるんですよ。あんまり見ることがないようなものがあるんですよね、この近くに。実際それって本当にそれでいいのかとか思う部分もあると思うんですよね。何があるかっていうと、その歩道というかもう道路ですね。道路、もう旧2号線になるんですけど、誰もが知ってる形をしたものがその道路にあるわけです。それでいいじゃないか、そうなのかとか思うかもしれないですけど、ちょっとね、この状態を見たら絶対みんなはえっって思うかもしれないですね。なんでこんなとこにあるんだとか思うかもしれない。ちょっとそれをね、探っていこうかなと思います。はい、それではスタートします。ここね、結構よく釣りに来るとこなんですけどね、ブラックバスが釣れたりするとこなんですけど、今日はね、ずっとまっすぐ行きます。よいしょ。思ったんですけど、バイクがね、落ちてますね。なんでだろうな。まあね、これ西日本豪雨関係あるのかな。西日本豪雨の時もその結構ね、橋の上まで水が来たんで、多分流されたか、それとも捨てられたのか、どちらかかな。ちょっと前進んでいくわけですけど、なんか面白い店がありますね、この辺は。まっすぐ行けば旧2号線ですね。ここは結構ね、有名な古本屋さんなんですけどね、万歩商店っていう。昔からありますね、これ。で、左を見れば錦があります。この先にあるんですけど、もうね、すぐそこなんですよ、ワークマンのこの前にある。これですね、このハートマークです。はい、というわけでね、スピチューブ終わりまして、今日もね、というわけでね、ちょっとね、びっくりしましたね。あんなところに、あんなところっていうか、ああいう場所に、その、まあ、多分市が管理してたりとして、市が管理してたりすると思うんですけど、ああいう場所に、その、ハートのマークの芝生があるっていうのは、
本当にない、なかなかないことだと思うんですね。絶対やっぱりあそこにハートマーク作るってなると、何か の, そのアイデアとか、その偉い人がとか、多分いろいろ権限があると思うんですけど、ああいう中でね、ハートのマークがあるっていうのはすごいレアだなと。やっぱり何かね、ちょっと見ただけでもやっぱ幸せ感じるんで、ちょっとね、まあ、インスタ映えのスポットにはなると思います、間違いなく。まあね、ちょっとね、落ち着いたらいいんで、また皆さんもね、ちょっと寄ってみてください。それではスピチューブ、ありがとうございます。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。